はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は埼玉県の羽生市に来ておりまして、僕の動画では珍しくお蕎麦屋さんに行こうと思っております。本日向かっているお店は一元さんというお店でして、こちらの一元の店主さんがラーメン好きなんですけど、僕もね何度もお店等でお会いしてお世話になっている方でして、今回はねようやく初めてお店に伺うことができました。で、なんで行きたいかっていうと、僕もよくお世話になっているゴールデンタイガーさんというラーメン屋さんに TKM っていう有名なメニューがありまして、それをねオマージュしたようなメニューなんかもあるそうで、それがねずっと気になったんですよ。本日はねおすすめを 3,4 品ほど用意していただいておりますので、もうねめちゃめちゃ楽しみなんですよ。もうねお店の近くにはいますので、早速ねそちらの一元さんの方に向かっていきたいと思います。ということで、ただいまね店内の方に入ってまいりました。中もね、昔ながらのお蕎麦屋さんって感じで落ち着いたね佇まいなんですけど、まず1杯目にいただくのが、カドチンというね、お蕎麦界の二郎とも言われているようなカドマンっていう有名なお店があるんですけれども、そちらのお店をリスペクト、オマージュしたメニューみたいでして、もう注文の方はしてあって作っていただいている最中ではございますので、ちょっとねメニューが到着するまで少々お待ちしたいと思います。ありがとうございます。いただきます。でおということで、ただいまね、一品目到着いたしました。一品目がね、先ほどご紹介させていただきました、カドチンでございます。これ、冷たいのとあったかいのが選べるんですけれども、熱盛りで注文させていただきました。いや、それではね、早速、いただきます。どうしようかな。ひとまず、スープ来てんだけど、具材と麺がすごすぎるんで、ちょっと上からいかせていただきます。これね、豚バラとネギが、うわ、めっちゃうまそう。いただきます。うん。うん。うわ、スープうま。もちろんね、具材も美味しいんだけど、スープうま。うん。優しい感じなんだけど、お肉のね旨味がしっかり入ってるんで、うまい。麺ギチギチだ、すっごい麺こんな感じ、だいぶね太切りなんですよ。ちょっといただきます。うまっ、うまっ、あうまいよこれ。だいぶね、がっつり系で、めっちゃうまいわ、これ。うん。またね、この麺の太さが食感とかすすり心地、すごく良くしてくれてて、独特なんだけど、癖になる一杯ですね。うん。大盛りでこの量でしょ。多分ね、並盛りでも結構量多いから、皆さんもね、注文するときはちょっと注意した方がいいかも。お腹と相談した方がいいね。うん。うわ、てか、ふっとこれ。この麺見えます？めっちゃ太いよ、俺。そろそろね、これついてるネギの薬味と、で、まあお蕎麦といったらのこれ唐辛子で、うわー、これ本家さんもね、またこの七味がめちゃめちゃ合うんすよ。うんうん、うまっ。うん、これ辛味とかじゃなくてね、香りがうまいよ。やっぱ七味合うな。うん、うん、うまっ。
具材とかがジャンクだから水がうまい。ということで一杯目のね、これカドチン完食いたしました。ごちそうさまです。ありがとうございます。すいません、2杯目もすいません。ありがとうございます。ということで、例えばね、2杯目に到着いたしましたのはこちらでございます。これね、見たらわかる視聴者さん、うちはね多いと思うんですけれども、まあ、TKM でございますね。 TKM これ略称でして、卵かけ麺というメニューなんですけれども、これね下にねタレががっつりと入っておりますので、ちょっとまず混ぜたいと思います。これグッドよいしょ。マジでうまそう。これこれですよ、これ。よし、そしたらこれ2杯目もいっちゃいますね。うん、うまっ。なんだこれ。これ今回ね、うどんなんですけど、コシがやばいなこれ。大食いのお店で、まあ、太くてこうコシがあって固めっていうのは、まあ、もちろん食べたことあるんだけど、この厚みでこのコシはちょっと食べたことがないかも。またね、太さもちょうどいいからすすり心地もいいんですよ。でコシもしっかりあって、これマジでうまいっす。うん、うん、じゃあちょっとこちら薬味ですね。今回はネギとわさびで。いやこれ絶対うまいな。絶対うまい。うん、うわうん、ま、もともとねもちろん卵の甘みもあるし、醤油のタレの方もちょっとね甘みがかかってるんですよ。でそこにわさびの風味とネギの清涼感、これね合うよ。ちょっとねこれゴルタイさん好きはこの TKM も絶対食べてほしい。うどんの TKM ってこんなうまいんだって改めて思う。絶対に。これマジでうまいな。ということで、2杯目のねこちらの TKM も完食させていただきました。ごちそうさまでした。すごい。はい、お待ちしております。ありがとうございます。すごい。カマチンスペシャル、すごい。はい、ということで3杯目がね到着いたしまして、これカマチーというメニューなんですけど、これで、ね、ちょっと特別バージョンみたいで肉がねめっちゃ乗っております。これも混ぜるメニューなんですよ本来は。ただちょっと具材が多すぎるんで、上のねちょっとトッピングの方からつまましていただきます。ちょっと見えるかな、これが牛すじで、これは炙りチャーシューかな、とんかつに、まあ、これもチャーシューと肉増しスペシャルですね。これ揚げたてみたいなんでサクサクのうちに、うん、出来たての揚げ物うまい。うん、でちょっとこのチャーシュー、やっぱこのチャーシューっすよ、すごくない。うまっ、やば。一応言っときますけど、うどんです。うん、で
これちょっとね今日だけの特別なやつらしいんですけど、和牛の牛すじを使った牛すじ煮込みでございますね。うわうまいこれ、牛すじうまいっすねこれ。なんだこれ、めっちゃうどんに会いたいんだけど会えないんだよなこれ。よいしょ、これ、いや会えよう、これはもったいないこのまま食うのは。と、うん、うわうまそう。もうこんな贅沢なうどん食ったことないですね。すごいなこれ。うまっ、なんだこれ。牛すじの甘みとかうまみがねしっかりとうどんに移ってて、これ、ね、さっきは冷たかったんだけど、これはねあったかいメニューで、ね、うどんのコシとか香りがまた変わってくるんで、これめっちゃうまいですね。ちょっと、ね、薬味のわさびとかを入れる前に、牛すじだから絶対やと思うんで唐辛子も軽く。いやーいい香り。あ、もうめちゃめちゃうまいホルモンうどんだった。めちゃめちゃうまいホルモンうどん、やっべえこれ。うん、味変させていただきます。ネギとでわさびと、うわあ、うん、うまっ。このチャーシューにわさびが合うのよ。最後のメニューなんですけど、もうないのよ。うますぎてね、ダメ、止まれない。うん。うん、まっ。うん。いやー、ということで、3杯とも完食させていただきました。ごちそうさまでした。はい、ということでね、本日はこちら3杯いただいてきました。まあ、基本的にはね、お蕎麦屋さん、おうどん屋さんにあるようなメニューではなく、結構ね、アブノーマルなメニューなんですけれども、もちろんね、通常の、まあ、天蕎麦とか、盛り蕎麦、まあ、ざる蕎麦だったりとか、普通のお店に置いてあるようなメニューももちろんあるんですけれども、一元さんだけにしかない、この特別なね、この限定メニュー。Twitter の方とかでは、1日何食限定とかで毎日発信しておりますので、気になる方はね、ぜひそちらの情報をチェックしてもらってから、この、ね、一元さんで気になるメニュー食べてみてください。いや、めっちゃうまかったっす。めっちゃうまかったっすけど、めっちゃ量多いですね、大盛り。応募にされる方は、まあ、普通の方だと食べきれない方も結構いらっしゃると思うので、まあね、動画を見てもらって、量をね、確認した上で自分のお腹と相談して食べてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いいたします。じゃあね。あー、すいません。ごちそうさまでした。ありがとうございました。うまい。